こんにちは。今回はついに登場した新型スペーシアギアについてご紹介します。どこが変わったの？と思っている方も多いかもしれませんが、実は今回のモデル、見た目の低重心デザインが最大のポイントなんです。さらに価格や燃費、エンジン性能など気になる点も詳しく解説していきますので、最後までお見逃しなく。さて、新型スペーシアギアですが、NBOX ジョイ乗りリースに対抗するかのようにわずか1日差で登場しました。全モデルも大人気でしたが、今回の新型はその良さをしっかり引き継ぎつつさらに進化しています。それではスペーシアギアの進化したポイント、特に低重心デザインやツートーンカラー、気になる性能面を一緒に見ていきましょう。まずは新型スペーシアギアの登場背景についてお話しします。競争が激化する軽自動車市場において、スペーシアギアは先代モデルの人気を受け継ぎながらもさらなる進化を遂げています。一見すると全モデルとの違いが分かりにくいかもしれませんが、実はデザインや性能、そしてドライビングの快適性まで多くの部分が改善されています。特に注目したいのはその外観デザイン。見た目の低重心効果を取り入れた新しいツートーンカラーやボディ全体のバランス感はこの車をより洗練された印象に仕上げています。実はこのツートーンデザイン、先代モデルにも採用されていましたが、新型では塗り分け方が大きく進化しています。全モデルでは車体の A ピラーや加湿部分を黒く塗りつぶし、前後のドア部分を目立たせるという手法が使われていました。しかし新型ではボディの塗り分けが全く異なるんです。新型は窓の下端を境にボディを上下に分けて、下半分をカラフルに塗装する一方、上半分、つまりルーフや窓周りはガンメタリックで統一されています。このデザイン手法はヒドゥンルーフと呼ばれるもので、車の上半身を目立たなくし、重心が低く見える効果を生んでいるんです。これによりスペーシアギアはスーパーハイとはごんながらも視覚的に安定感が増し、低重心な印象を与えるデザインに仕上がっています。さて、新型スペーシアギアのデザインの特徴である低重心デザインの効果についてさらに詳しく見ていきましょう。新型スペーシアギアは全高が 1.8 メートルにもなるスーパーハイトワゴンです。このサイズだとどうしても背が高く感じられてしまうことがありますよね。しかし今回のデザインではその背の高さを感じさせない工夫が施されています。特に先ほど説明したヒドゥンルーフという手法が大きな役割を果たしています。車の上半身を目立たなくすることで視覚的な重心が下がり、全体がどっしりとした安定感を持つように見えるんです。この効果により背の高いスーパーハイトワゴンでも運転時に不安感を感じにくく、より安心してドライブを楽しめるようになっています。外観のデザインだけでなくドライビングの快適性にも寄与しているポイントですね。さて、次は皆さんが気になる価格情報についてです。新型スペーシアギアの価格帯はグレードによって変わりますが、190万円から220万円台という設定になっています。エントリーモデルのハイブリッド X は装備を絞りつつも非常にお求めやすい価格でスタートしています。そして上位モデルのハイブリッド XZ ターボになると、より多くの先進機能や快適装備が加わり、180万円台に届く価格設定です。装備が充実しているのにこの価格帯で提供されている点は非常にコストパフォーマンスが高いと言えます。例えば上位グレードでは運転支援システムであるスズキセーフティサポートが標準装備されており、街中や高速道路でも安心してドライブを楽しむことができるのが魅力です。さらに新型スペーシアギアは軽自動車のため、車両購入時の税金や維持費も非常に経済的です。例えば自動車税が年額1万800円に抑えられるのも、ファミリー層や通勤用に車を使用する方には大きなメリットとなります。特にこれだけのデザインと機能性を備えながら手頃な価格で提供されている点はスペーシアギアの大きな魅力の一つです。また選べるカラーバリエーションやオプション装備も充実しているので、自分好みの1台を見つけやすいというのもポイントですね。では次にエンジン性能と燃費について見ていきましょう。新型スペーシアギアには 660cc の DOHC エンジンが搭載されています。
このエンジンは軽自動車の規格に合わせながらも日常の運転では十分なパワーを発揮してくれます。さらにマイルドハイブリッドシステムが採用されており、効率的な燃費を実現している点も大きな特徴です。実際の燃費性能はというと、 JC08 モードで約 21.9 から 23.9 キロメートルを達成しており、特に街乗りや長距離のドライブでも経済的です。軽自動車の中でも燃費性能に優れたモデルとして維持費を抑えたい方には嬉しいポイントですね。加えてエンジンの静音性も高く、日常の通勤や家族でのドライブなど様々なシーンで快適に運転できる仕様になっています。それでは次に新型スペーシアギアのカラーバリエーションについてご紹介します。新型スペーシアギアは全部で9色展開されていますが、そのうち6色がツートーンカラーになっています。ツートーンカラーのルーフ部分はすべてガンメタリックで塗装されていて、先ほどお話しした低重心デザインをさらに引き立てています。一方シンプルなモノトーンが好みの方にはモスグレーメタリックやピュアホワイトパール、そしてブルーイッシュブラックスリーといった3色が用意されています。これらのカラーはルーフとボディが同色で、全体的にシンプルなスタイルが好みの方にぴったりです。選べるカラーの幅が広いので、自分の好みに合わせた1台を見つけられるのが新型スペーシアギアの魅力の一つです。さて最後に新型スペーシアギアのさらなる注目ポイントを見ていきましょう。まず新型スペーシアギアはこれまでのスーパーハイトワゴンの枠を超えた革新的な試みが盛り込まれています。特に後席の快適性が大きく向上している点が見逃せません。例えば後席には後席サーキュレーターという機能が搭載されており、後部座席の空気循環が非常にスムーズになります。これにより夏場でも後部座席が涼しく快適な環境が保たれるんです。また後席用のマルチユースフラップ、いわゆるオットマン機能も装備されています。これによって長距離ドライブでも後席の乗員がリラックスできるようになっています。そして運転席と助手席のシートバックにはスマホや小物を収納できるポケットが標準装備されていますが、注目すべきはそのディテールです。なんと運転席側にはオレンジのタグが装着されているんです。これはスズキとしても新しい試みで、タグには山を駆け抜けるスペーシアギアが小さく描かれています。ボルボのような外国車で見られる国旗タグに似たこのデザインがさりげなく個性をアピールしているのがポイントです。それでは最後に新型スペーシアギアのポイントをまとめましょう。新型スペーシアギアはデザイン面でも大きな進化を遂げ、特に低重心デザインによってスーパーハイトワゴンながらも安定感のあるスタイルが実現されています。またツートーンカラーや豊富なカラーバリエーションで自分好みの1台を見つけることができるのも大きな魅力です。さらにエンジン性能も優れていて、 660cc の DOHC エンジンに加えてマイルドハイブリッドシステムを搭載しているため、燃費も非常に経済的、家族でのドライブや日常使いにもぴったりなスペーシアギア、ぜひ一度ディーラーで実車を確認してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になった方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。次回も注目の新型車や最新の自動車情報をお届けしますのでお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。